ミスター・メンデルソン、私は刑事のディッキーだ。君とちょっと話がしたい。ミスター・メンデルソン、ほんのちょっとでいい。君と話がしたい。兄さん、聞きたいことがあるんだ。それと、え？本当か？するな。吹っ飛ばすぞ。武器は持ってない。どうやって入った？鍵が開いてるところがあったから。建物ごと吹っ飛ばすぞ。話をしに来たんだ。話す気はない。やめるんだ。やってやる。やめろ。やってやる。やめなさい。頼むから。頼むから。誰なんだあんた？私は刑事だ。ブライアン・デッキー。おまわりか。でも図書館は好きだ。どうせ口先だけだろ。口先だけじゃない。じゃあ一番最近図書館から借りた本は？いや、覚えてない。覚えてない。何年前なんだよ。さあ、40年か50年か。一番最近図書館に行ったのが50年前。もっと前かもしれない。あんたさ、何しに来たんだ？君はここを吹っ飛ばすのをやめさせようと思って。どうして？あんたにとっちゃどうでもいいんだろ？図書館なんてなくなったって。君の言う通りかもしれない。でも仕事だから。仕事？図書館を救うことが？それならせめてたまには図書館を利用するってやつをよこせ。それは私の仕事じゃない。何が？図書館を救うことは私の仕事は命を救うことだ。刑事なんだから。じゃあ一番最近命を救ったのはいつだよ？おととい。え、マジで？誰の命？君の命の話をしないか。今ここで起こってることをさ。誰の命を救ったんだよ。そんなことはどうでもいいじゃないか。どうでもよくない。ヘクター・ロドリゲス。誰だそいつ？絵描きさ、芸術家。アートアカデミーに落っこっちゃってね。ヒトラーみたいだ。え？ヒトラーを美術学校に入れてやってたら何百万もの命が救われてたんだ。全くだ。で、ロドリゲスのやつはアートアカデミーに落っこちて自殺したくなった。ワーネック高速道路の陸橋からラッシュアワーの車の中へ飛び降りようとしたんだ。それを私が説得してやめさせた。なんて言って？覚えてない。でもきっとうまいこと言ったんだな。俺だったらなんて言ってたと思う？そう、拒絶を受け入れられない人間は芸術家には向かない。私はそうは言わなかった。言ってやればよかったんだ。自殺しようってやつには現実を思い知らせてやるのが一番の薬なんだから。なるほど。動くな。ここからでも爆破できるんだぞ。ちゃんとテストした。君にそんなことはさせたくない。君だって本当はそんなことしたくないんだろ。私はただこのゴタゴタを何とかしたいだけなんだ。交渉はしない。いや、もちろんだ。君の要求は強い思い入れがあってのことだ。その意思を変えるのは私の任務ではない。っていうか、私には君の要求が何なのかも分かってないんだ。ただとにかくこの問題を解決したいと思ってる。君の要求が叶えられて我々みんなが家へ帰れるように。実は私には事態がまだよく分かってなくて、ストッカーフィールドっていう人から話を聞いてはいるんだけど、そのなんだ、どっかのお偉いさんの。全国図書館連盟の理事長だ。あ、そう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 。で、彼はひどく慌ててて私の図書館を爆破させてたまるかって言ってる。私の図書館？やつの？うん、そう言った。この図書館は1879年にサイラス・レイサム・ウェルズが建てたもので、当時を代表する建築物の一つだった。今でもそうだ。あ、そうか。ここは公のものだ。みんなのものだ。ストッカーフィールドのもんじゃない。なるほど。だったらやっぱり君からちゃんと聞かなくちゃな。一体どういうことなのか。だってこんなに素敵なところを爆破しようって言うんだから、それだけの理由があるはずだ。言っただろ、交渉はしない。そんなことはしない。言っただろ。ただ君から、君の口から直接、どうして
この実に見事な建物を爆破したいのか、その訳を聞きたいだけなんだ。ぜひ知りたい。どうしてこんなことになったんだ。ストッカーフィールドは何て言ってた。いや、わめき散らすばかりで意味がよく分からなかった。俺の書いた手紙見せた。うん。図書館蔵書カード目録を残してほしいというこちらの要求を無視するのが適当だと判断されたようですので、建物ごと全てを破壊いたします。分かっただろ。何が。俺の要求。君はカード目録を残してほしい。そうだ。あ、そっか。